国家統一党国家統一とは、イスラエルに、かつて存在した、極右、宗教政党だが、厳密には、政党ではなく、モレレット、トクマ、ハティクバといった複数の極右、宗教政党の集合体を指す。本部をエルサレムに置き、政党カラーは、オレンジ色。党首は、ヤーコブカッツ。2012年に、ユダヤの家に、発展的解消。 1999年に、レハバム・ゼービー議員とリクードを離脱していたベニー・ベギン、元科学省が、右派勢力の結集を目指し立ち上げ、同年の総選挙で10万票を獲得、4議席を得る。党首には、ゼービー自身がついた。その後、同年の選挙で国会入りした、イスラエル我が家と統一会派を結成。2001年に発足したアリエル・シャロン政権に、 統一党は参画するが、税備とシャロンは政策的に対立することがしばしばで、シャロンが同年10月、パレスチナ国家を歴代の政権として初めて容認すると、税備とシャロンの関係悪化は決定的となり、統一党は政権からの離脱を表明する。しかし、その矢先に税備がパレスチナ解放人民戦線のメンバーに暗殺されると、 対立劇は一旦収束する。税理暗殺後は、側近のベニー・エロンが後を継ぐが、シャロンとの関係はかんばしくなく、2002年3月に、結局政権を離脱。2003年の総選挙では、統一会派を組んでいた我が家と統一名簿を作成し、選挙を戦い7議席を得る。同年発足した第二次、シャロン政権に参画するものの、今度は、 ガザ地区からのイスラエル国防軍撤退と全ユダヤ人入植地撤去を定めたガザ地区撤退計画をシャロンがぶち上げると再度激しく対立。観光省として入閣していたエロンは計画に反対したことから解任。2005年8月の計画実施の際には幹部、党員ともども現地で反対デモを行った。同年暮れには我が家が会派を離脱し翌年 3月の総選挙では、政策的に近い国家宗教党と統一会派を結成、同選挙では22万票9議席を獲得。また、2009年の総選挙前には、宗教党と合併寸前まで合意しながら、最終的には決裂。統一党は単独で選挙を戦い11万票4議席を得た。総選挙後の首相候補については、 ベンヤミンネタニヤフを推挙するが、その後の政策協議では、合意には至らなかった。2012年、新政党、ユダヤの家に、発展的解消。党首には、ナフタリ・ベネットが就任した。クネセトで議席を持つ合法政党の中では、左右派に属し、幹部や末端党員は、ユダヤ教の帽子、キッパーを常時着用するなど、宗教色が、色濃い。 大イスラエル主義を胸とし、エルサレム分割やヨルダン側西岸からの撤退には、断固反対の立場を堅持する。現実に、当主以下、所属議員は全員入職者で、支持基盤も、エルサレムやヨルダン側西岸。西岸に住む、パレスチナ人については、ヨルダン人であるとの考えであり、イスラエルヨルダン間の外交問題であるとの立場を、取る。その他、宗教教育。 宗教学校に対する公的支援にも熱心である。また、ヘブライ語を公用語化し、英語やロシア語は純公用語と位置づけるべきだとしている。ありがとうございます。